はい、どうもこんばんは。イエスイ、はい、ちょっとまあね、とりあえずじゃあ、タイトルコールいきますか。おいおい、はい、今夜もビビバナイナイト。どうも、まあ、まずは、前回の放送、すいませんでした。ちょっと飲みすぎてダウンしました。はい、まあね、まあ、というわけで、今週来週は僕の回になりますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、今夜のねテーマなんですけども、裁判。はい、テーマは裁判です。おー、はい、裁判、はい、闇深い、そうですね、闇深い。もうね、あれ、今まであります？裁判とか。いや、僕はないですね。自分もないですね。ないですかね。日常探しですね。訴えたことも訴えられたこともないですか、ね、ないですね。はい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 、しょっちゅうありますね。そうなんですね。はい、まあね、僕はね、今日ほんとね、タイムリーですからね。今日ちょっと朝ね、栃木の方まで行ってね、行ってましたね。ね、裁判してきました。ちなみに僕は訴える側の方ですからね。はい、ちなみに東京じゃなくてよかった。東京は高裁、一番そうなんですよ。いや、っていうか東京の方がよかった。よかった、近いから。地方だって栃木ね、あれだよ、もう行くだけで2時間かかるからね。いや、はい、なかなか遠いですよね。で、ね、まあ、帰りも2時間でね、まあ、行き帰りで4時間です。4時間で、裁判自体はね、相手が来なかったんで15分で終わりました。はい、もうね、そうなんですよね。はい、もうね、いろいろあってね、そう、まあ、ちょっと僕はこう見えても、ちょっと法律関係の勉強をしてまして、まあ、そういうので、ちょっとね、勉強のためにそういうのをねやってます、たまに。はい、まあね、なんかもしね、これ見てる方でね、なんかもしこういうのがありますっていうんだったら、ちょっとね、相談、ね、してくれたら、ちょっとね、受け負うかもしれないです。はい、心強いですね。もちろん報酬はいただきません。はい、一応勉強のためにやってるんで、はい、っていうことでね、はい、まあ、じゃあ、ちょっとね、初のね、まあ、方からちょっと聞いてみたいと思うんですけどね。どうぞ。はい、裁判っていうイメージどうですかね。裁判はもう、なんか志也くん、まずは、はい、一回裁判にかけられたら、なんか人生終わっちゃうんじゃねえかみたいな。あー、これはね、慣れてないですね。そうなんだね。うん、まあ、慣れることもないんだろうけど、どうなんだろうね、ね、なんていうかね、まあ、自分にそんなね、非がなければ別にね、どうってことないと思うし、どっちかっていうと、まあ、かけられればかける方になりたい。そうそう、あれは、まあ、姉ちゃんいけ。まあね、かけてもね、かけなくてもね、どっちもね、それがないような方がね、一番なんだよね。あ、そうですね、ないのが一番ですよね。秋はね、後々ね、ね、ちょっと聞いてみたいと思う。なんか書いてます、なんか書いてます。スルーはしてないんで、大丈夫ですよ。はい、気になりますからね。そうですね、はい。ルイ君はどうですかね、裁判っていうイメージは。いや、僕もなんかやっぱり、なんか時間とお金がかかるってイメージがあるので。ああ、素人ですね。そうなんですよね。素人ですね。その裁判、お金と、まあ、時間がかかるっていうのは、まあ、やっぱその弁護士さんを使ってしまうと、ね、やっぱその費用もかかるし、はい、で、あと、ね、そのまあ、まあ、そのね、訴える内容によっても、まあ、時間がかかったりとかもね、ありますんでね。はいはい、はい、弁護士なしでも裁判することは。そう、裁判することは、本人訴訟って言ってね、まあ、それなりの知識があれば本人でもね、できます。あ、そうなんですか。はい、余裕ですね。はい、まあ、僕ね、一応その、まあ、行政書士のちょっと勉強をしまして、ね、まあ、そういうので、まあ、ちょっとね、まあ、勉強がてらそういうのもね、やってます。はい、で、ちょっとね、弁護士系のそのね、勉強もちょっとはね、やってますね。そのまあ
いろいろね、あのやっぱちょっとね、あのもう興味があることに対してはね、僕ね、あの何でもやりたい派なんでね、はい、法律関係は本当ね、あのやってて楽しいですよ。まあ、困ってあのよかったらぜひちょっとあの見てみてください。そうね、はい、早さに相談です。困ったら、あのためになるんで、はい、そうで、はい。はい、お待ちしました、お待たせしました、あきくん、待ちに待った、はい、秋でございます、ね、待ちに待ったあきくんのね、はい、どうですかね、あの裁判っていうのはね、裁判っていうのはですね、はい、僕よくあの裁判かけられてます、はい、そうなんですね、はい、かけられてる側の方ですね、はい、民事裁判よくかけられてますね、はい、ちなみにいいですかね、内容とか、内容いいですよ、はい、いいですか、あの僕車屋をやっておりまして、はい、はい、で車売りまして、はい、はい、壊れただのなんだのあの金返せ、はい、裁判ですね、はいはいはい、はい、ああ、はい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 、うん、はい、でもですね、僕の場合はですね、だいたい 裁判になったら、うん、だいたい弁護士を雇って、はい、まあ、着手金を20万払いまして、はい、あとは全部弁護士ですね、ま、丸投げで、はい、あ、まあそれが一番ね、楽ですからね、うん、はい、そうですね、まあまあいろいろ商売してるとね、まあそういうこともねあるとは思いますよ、はい、まあ例えば本当そのね車のこととかもね、まあ自分が要はそのね、要はねディーラーとか行って、要はねそのオークションで落とした車で安くね売ったとして、でまあ修理は多分してなくはないと思うんですけどね、してないですね、修理の方をかけるとその値段もね上がってしまうと思うんでね、はい、だからね、じゃあ修理してない分その安く売ってみたいなね感じでねやってみて、実際じゃあちょっと壊れてしまいましたって言ってね、詳しいですね、まあ、ね、そんなこの金額だったらね、いや自分たちで修理どうせばいいじゃん、そうなんですね、そう、まあやっぱねそのね、いろいろそのね、まあ商品とかでやっぱね安いものはねやっぱねそれなりのね理由があるんでね、はい、まあそこはね、ちょっとまあ要は今結構オークションとかねそういうのねありますんで、もしすごい安い商品でなんかそのまあ何ブランド物が出てたりとかすると、まあちょっとね裏をね考えた方がいいかもしれないですね、はい、なんでこの値段だろう、このブランドの物がね、これなんでそう偽物だったりとかもありますからね、はい、だそういうのもねいろいろ考えた上で購入された方がねいいとは思います、はい、うん、そうなんですね、もういろいろ聞きましたね、はい、あ、これもうあれだからね、これもうバキーン、これもう訴えた方がいいよ、これ裁判、裁判、これ裁判した方がいいよ、待って、本当にどうした、何これ、いつ、今、いや、今です、今なんでどうしたの、あれこれ裁判です、ちょっと待って、あれさ秋、今日やってる、いや、今日やってるでしょ、やってない、今日はやってる、やばい、これやばいっす、マジでこれやばいっすね、そうだね、やばい、まあね、なんかね、ちょっとね後でね、ちょっとね、はい、裁判かけてみようかな、ダメ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 、秋に対してね、ちょっと裁判かけてみようかな、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、そうだね、あれ来てるね、いや来てないですよ、大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫、ノー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 ドラッグ、ノードラッグ、おノードラッグ、ノーライフ、ライフ、逆にまずいやつ、やってます、やってます、ダメダメ、勘違いしてるダメですよ、はい、そうですね、はい、まあね、まあね、いいよ、お酒だけでね、こんだけね、気持ちよくなれるのっていいですね、それはね、はい、そうですね、お酒だけなら分かんないですけど、まあね、まあちょっと僕もね、若干ちょっと酔ってるってもありますけどね、意外と2人は冷静っていうことにちょっと気になりますけどね、冷静ですね、はい、ルイ引いてるよって言われて、ルイね、いや、ルイ、ルイね、違う、今はね、こういう感じですけどね、最初の時にね、もう一番パリピってましたからね、はい、酔っ払ってね、じゃあ、そのね、入りたての時の感じちょっと今出してみて、3、3、2、2、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、はい、やってました、はい、だからもうね、毎回ね、こういう感じだったからね大丈夫かな、この子、と思って、いやそう、ね、ね、シャンパンコール中、ぐいぐい前に来るから、ちょっと俺も、マイク持ってんのに俺押されてる時あったもうちょっと端寄ってもらってもいいかなと思って、いやるやつちょっとね、怖かったね、はい、そうそう、で、シア君もね、今日はね、そんなにね、飲んでない感じで、ね、あ、今日は、はい、だいぶ落ち着いて終わっちゃいましたね、そうなんね、もう、うん、なんで、いや、飲んじゃう、ぐいぐい行っちゃう、行っちゃいます、行っちゃいます、行っちゃいます、それ、まあ、水だけどね、そうなんですよね、うん、それ水なんだけどね、はい、水干すなんですよ、そうね、そういうことですね、はい、まあね、とりあえずね、今そのね、その裁判のくだりね、終わりましたけど、あ、まあ、終わってもないんですけどね、ちなみに僕は、まだ、裁判、かけてることがあるんですけどね、結果が出次第、またね、報告させていただきます、はい、はい、
そうですね、まあね、いろいろとね、あのやっぱね、こうもう、あ、ちなみに僕はあの34になりました。よいしょー、おいよいしょー、はい、はい、やっぱこの年になるとね、まあまあ、いろいろね、あるんですよ。はい、もうね、裁判長くない、あ、裁判その、まあ、内容によってですね、はい、秋に貸したらお金が返ってきます。わかりました。はい、じゃあね、ちょっとね、後で裁判かけますはい、すいません。そうね、あの、はい、お金を借りたことないっす、ね、はい、おもらったことあるけどね。で、はい、あの、バンスもしない、お金借りない、はい、で、ない時は、はい、僕、あの、お金ないまま行きます。おすごいね、ワイルドだね。絶対借りましょう。わーそうだよね、あれ、そうなんですね。はい、もう、あれはね、やってるね。やってないね、やってるね、やってないですね。レンズも外れちゃったよ好きだね、そういうの、ね、いやいや、でもお金借りて良いことないんで、まあ、お金は借りない、お金借りて良いことはないですからね、うん、はい、まあね、まあ皆さんもね、そのお金とかでね、借りて、貸し借りでね、ちょっと揉めてる時があったらね、まあね、ちょっとね、相談に乗らないこともないんでね、はい、言ってきてください。よいしょ、はい、何でも、ね、何でもいいです、LINE でも送ってきてくれたら、ちょっとね、相談乗ったりもするかもしれないんで、はい、これ、これ、これですよ、これ、はい、はい、はい、これですね、そうですね、はい、そういうことですね。まあ、間違っても秋には、相談しない方がいいと思いますはいね、大丈夫、動きがね、ちょっとだいぶおかしいけど、いや、これ大丈夫、これ、大丈夫、早瀬さんの LINE ですよ。あ、ありがとうございます。はい、そうですね、はい、そういうことね。あ、で、あと、まあ、ちょっとね、この場でなんですけどね、来週の、ね、15日、2月の15日なんですけど、めでたい、まあ、僕と、お、隣のあきくん、ウェーイ、合同バースデーイベント、よいしょ、はい、本当、僕、何も予定もないんで、もしよかったら、ちょっとね、お祝いしに来たよっていう感じでね、もし来てくれたら本当に嬉しいです。はい、もうね、ちょっとね、あきくんもね、一緒に頑張りましょう。そうですね、はい、頑張りましょう。はい、はい、はい、どの薬でタワーする、お、それは大丈夫、早やろ、早やろそう、あ、そうなんでね、ちょっとね、ね、そのイベントのね、その出し物とかね、そうですね、相談したかったんだけどね。そうですね、僕もずっと考えてまして、そう、何がやりたい、僕、ガラスの少年、やっぱりやるときはしますか。あ、わかりました、はい、じゃあ、ちなみに、そのまあイベントで、そのなんかね、どういったそのまあ出し物とかやったりするんですけど、うちのグループやって、ね、どういうのなんか見たいなっていうのありますか。あれ、はい、ちょっとね、ダンス、今こうやってね、見てくれてる人たちにちょっとね、聞きたいんですけど、はい、パキパキショーそれはね、見て楽しいのかな誰も得しないから、これ、そう、誰も得しないよそして、その書いてるあなたは見に来てくれるのかな逆に言うだけはい、あ、これは2人で何かをするっていう、だろうね、絶対に行きません、だろうね、それはそうだよ、俺も行きたくないわ、そんなの。でもダンスって言ったらこの2人っすよね。あ、そうですね、まあ、いや、ちょっとね、ダンス、サイバーはね、サイバーイベント、ね、じゃあ、サイバーもし、あるようでしたら、ちょっと日にち教えるんで、日にちと場所教えるんで、見に来てくださいやめろーい、ね、やめろーい、まあ、近々ね、またね、あ、裁判はね、傍聴できるんで、はい、あー、見たい見たい、そうなんですよ、まあ、ちょっと今日僕が行ったところはもう本当地方なので誰もいなかったですけど、まあ、都内なんかはね、結構見に来てる方いらっしゃるらしいんで、ね、よかったらね、ちょっとね、勉強がてら見に行ってみてもいいんじゃないですかね。まあ、ちょっとね、面白いかもしれないんでね、はい、整理券はね、ないと思います、はい、うん、芸能人の裁判ぐらいですよね。そう、そうだね、まあ整理券とか、まあ、そのまあ定員ね、制限っていうのあるからね、その芸能人とかの裁判ならね、まあ、はね、まあ早めに行かないとね、どんどん埋まっちゃうんでね、席がね、はい、まあ、でもね、結構ね、面白いらしいですよ。僕は今回もね、実際初めてね、ちょっとね、裁判の方にね、行ってみたらね、ちょっとね、緊張しましたけどね、はいはいはい、そうでね、まあまあ、ちょっと脱線しちゃいましたけど、はい、で、まあ、まあやっぱイベントはダンスかね、うん、ダンス、いや、本当に一番ダンスの上手い2人なんでね、はい、じゃあね、ちょっとね、それはね、後でね、ちょっと2人でね、打ち合わせしてね、ちょっと考えてみましょう、はい、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、一旦 CM 行きまーす。
はい、ということでね、はい、まあそうですね、サイパン、サイパンじゃなくてね、サイパンね、行きたいですね。こいつ、はい、ハッピーなやつバカ野郎じゃな。何がどうした、サイパンじゃなくてサイパンって。そう、サイパン行きたいね。サイパン行ったら、でもやっぱサイパンよりもね、やっぱあそこオーストラリア、オランダ、オランダ、オーストラリアだね、はい、行きたい。そうですね、3月かな、まあ社員旅行がねあるっていう風に行きっとなんでね、まあどこ行けるかはちょっとまだ決まってないんですけども、うん、ね、まあちょっとね楽しみにしてますね。はい、そう、もしかして、もしかしてだよね、はい、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてそれってあれあれ大丈夫なんじゃないの。めっちゃ笑っとるやん。はい、アキが公害通報されてるの。公害通報おう、売られてない。対話されてるよ。対話されてる、はい、対話ね、一回ね、ちょっとね、死刑宣告されてるからね。そうね、そうね、ちょっとね、怖い、怖いね。やっぱ日本人でよかったねっていうことでね、はい、日本人のパスポートの強さ、はい、そういう、うん、そう、そう、お金で解決だ、はい。そう、あれなんだっけ、物価がすごい安いんですよね、タイの方ってね。物価安いですね、はい、本当に。まあそのね、ちょっと旅行で来てるその外国人の方がなんかお金ね投げて歩き回ってるんでしょ、なんか俺拾えみたいな。へー、それ僕ですね。おー、やってるね。それはやってるね。もうね、それやったらもうあれだよね、人として、人としてだよね。いやいやいや、すいません、本当にもうちょっと面白いけど、バーツを投げまくってますよ、うん。もうなんだ、お寿司屋さんでもうガハハハ笑ってるおっさん並みにヤバいよ。もうそれは。もうね、まあでも海外旅行ね、あれ行ったことある？ルシア。あ、俺海外はなかなか行ってますね。なかなか行ってるんだ。どこ行った今まで。国で行ったら三国っていうか、グアム、アメリカ、タイ、あとはバリぐらいですか。あ、結構行ってるんだね。すごい。やってます？やってる？実は。お、やってるタイプだね。え、ルイは？僕どこも行ったことないんですよね。あ、え、日本から出たことない？はい、あ、そうなんだ。意外。顔が。一番行ってそうだけどね。顔は外人なだけで、はい、外国は全くないですね。ね、パイ、バイ。ロシアとか行ってそう。ロシア行ってそう。そんなに行く機会が。ロシアってさ、何がある？雪とウイスキー。ウォッカ。ウォッカ、ウォッカ、ウォッカ。雪とウォッカ。まああれだよね、ロシア行っても何もすることないよね。まあこう言ったらね、ロシアの方に失礼だと思うんですけどもね、なんかね、これといって魅力はあんまりね感じないですね。あと、ロシア人ってでかいから、うん、怒られそうですね。あーあ、あーあー、そう、ロシア人喧嘩強いイメージある、うん、喧嘩めちゃくちゃ強い。確かに、あれだってそうだもんね、ヒョードル、ヒョードルの強いですね、うん、人類最強の、そう、霊長類最強の男だからね、はい。あ、死刑宣告されんわ、ロシアで、ね、え、次の秋はどこで死刑宣告されん。いや、されません。本当に死にますからね。本当に、あと吹きガスやもん。どこ行きたいとかある？行きたい、うん、いや、僕は国は別にこだわらないです。あ、え、ルイはどこ行きたいとかある？僕はもうアメリカ行くつもりだったんで、アメリカ行きたいです、ね。ああ、そっか、行くつもりで行かなかったんだっけ。行くつもりで前の仕事辞めたんですけど、うん、はい、はいはい、行けなかったんで。ジアはどこ行きたい？あー、どうですかね、スペインとか、なんかヨーロッパ、ヨーロッパの、あ、でもそうだね、ヨーロッパはいいね、桜だ、ファミリアね、うん、そうそう、やっぱその観光したいよね。そうですね、建造物を見に行ったね。あー、そうですね、そのヨーロッパの方はね、俺もね、ちょっとヨーロッパの方はちょっと見に行きたいなと思ってるけどね、うん、ヨーロッパ、じゅんちゃん入隊し、じゅんちゃん入隊したよ。何それ、何それ、あ、ジュース、あ、ジュースね、ジュース入隊したね。シアジュースのシアジュースもそうだし、トップも、ビッグバンのトップも、そう、トップも入った、はいはいはい、入隊した。あ、そっかそっか、まあ、そうだよね。ジジュン戻ってきたから、うん、帰ってきた、はいはい、入隊してくれた。ね、そっか、韓国はもうね、ある程度の年齢になったらね、徴兵されるんだっけ。徴兵ですね、そう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 。あれ、日本だけだっけ、そういうのないの。他の国あんだっけ。あるよね、なんかタイとかもあるよね。ある国、あ、そうですね、ある国は全然あるっすね、うん。大変だなぁ、悪の徴兵。いや、僕も入隊したいんですよ。さあ、うん、もういつ行く。いや、入隊したいんですけどね、うん、どうしましょう。あ、ちなみに僕、自衛隊の試験を受けに行って、
普通に落ちました。多分それはあの闇が深い。そうそうそう。闇が深いから。ちょっとね、まあちょっとね、親に、まあね、高校よりもちょっとね、自衛隊をね、勧められてね、ね、ちょっとね、海上自衛隊のね、試験を受けに行かされたことありますね。はい。まあその理由がね、ちょっとね、お小遣いちょっと上げてあげるから、ちょっと試験受けに行きなさいということでね、お小遣いにちょっとね、乗らされてね、ね、そう、自衛隊って安でも入れんの。いや、すいません、落ちましたね。ね、ちなみに僕は仇です。はい。親はね、そうかもしれないですけどね。はい。ちなみにでもその勧められた時はね、もう親ね、離婚してますんで、ね、離婚してね、母親の方に引き取られてますんでね、大丈夫です。はい。親が国を支配しようとしてるのか。どうだろう。やっぱね、そのね、自衛隊受かるとね、免許もね、タダで取れるし、で、そのね、学生ながらね、給料もね、発生するし、で、まあ、その何、下着とかそういう服とかもね、支給されるから、そういうのでね、行けばいいんじゃないみたいな感じで言ったんじゃないですかね。はい。どうせしょうもないことしかやんないからっていうことでね。はい。まあ本当にね、しょうもない風に育ちましたけどね。いやいや、はい。まあ、結果ね、まあ、自衛隊の方をしてね、はい、で、行った高校ではね、1年のね、1学期でね、退学になるっていうね。おっと、あらそうだもんね。おめでとうございます。はい、そうなんですよ。おめでとうございます。はい、もうね、そう、すごいよ、早かったわ。だってね、夏服着る前にね、退学だからね、俺ね。早いですよね。はい。で、ちなみに夏服はね、買ったんですけどね。夏服がもったいない。おかんにね、お母様に、僕のお母様にね、夏服着てねえけどどういうことだってね、すげえ詰められましたね。で、ちょっとね、そっから僕、家を追い出されまして、で、ね、たまたま、先輩でね、ね、ちょっと引っ越ししようかっていうね、人がいたんで、ちょっとまあ、まあ、これはね、もう過ぎたことなんであれなんですけど、曲がりをさせていただいてね、そこに住んでました。はい。ね、もうね、いろいろね、ありましたね、ほんとね。はい、もう闇を見抜かれたんですよ。安定の闇深さですね。はい、もうね、はい。え、秋そういうのない？僕はない。あれ、ちなみに何？高卒？大卒？あ、僕高卒でございます。あ、そうなんだね、意外と。いや、僕はもう、ま、ほんと勉強できるし、はいはい、意外と、はいはい、スポーツできるし、はいはい、もう何がダメなのかなって、はいはい、そうだよね。パリピってるところじゃない？何がダメっていうかさ。そうですね。そうだよね、だってダンスもできるしね。そうなん、歌も上手いしね。そう、ね、アイドルやってたんだっけ。そうなんです、僕アイドル。そう、あきくんはね、元ね、アイドルやってたんですよ。はい。そう、へー、知らなかった。うん、そう、俺この間ちょっとね、そういう情報をね、仕入れてきましたから。そう、多分みんなには言ってないけどね。そうですね、言わないですね、はい、新鮮な情報ですね。そう、アイドルが試験宣告されるの。ね、ちなみにね、アイドルでもね、捕まってる人いますよ。たくさんいますよ。中にはね、クビになってますよ、はい、誰とは言わないですけどね。はい、某ジャニーズ結構クビになってますよ、はいはい、結構いますね、はい、そうですね、はい、ヒカルなんとか現地とかね、なんとかいらないか。ヒカルさんそうですね、あとアスカ&チャゲとか。ああ、アスカ&チャゲ、チャゲ&アスカ、はい、逆にしたわけですよ。大丈夫、これ怒られないか。怒られない、大丈夫ですよ。そうだね、はい。そうね、ちょっとだいぶね、話がね、脱線しましたけどね。何の話してたんだっけ、今。大体闇深いっすよね。そうね。どう、あれ、何の話してた、今。今、うん、アイドル、歌って踊るアイドルだったのか。でも、はい、でも僕、これ言いたくないんですけど、はいはい、林さんのダンス、はい、僕より上手いんですよ。うん、まあ、一応、僕はもうね、ショーダンサーとして、はい、やってましたから、うん、はい、ショーダンサー、はい、まあ、それでちょっとね、ね、収入を得てましたから。いや、本当にそれはね、見てない人、速さのダンスを見てほしい、はい、でもまあそのね、ジャンル限定になりますけどね、僕ヒップホップ系とかは結構不得意なんで、はい、まあ、主にジャズダンス、まあ、ストリートジャズとか、まあ、そういう系なんですけどね、はい、ポールダンスはね、ちょっとやっぱね、おティンティンがね、あるんでね。そうですね、ティンティンがぶつかって、ね、ぶつかってね、ちょっとね、痛いんでね。ティンティンでかいから、ちょっと、はい、一回ね、ちょっとね、僕ね、試してみたんですけどね、やっぱね、しっかり当たるんですよ。そうですね、
しっかり当たりますね。あ、立っちゃった時なんてね、もう。そうね、ほんとね、うん、立ったらね、踊らないね、まずね踊ってる時立つってないねいくらなんでもね、はい、ジャンヌ限定、ジャンヌ踊ることある？ない、ない。ジャンヌの曲で踊るのってないですねはい、まあね、ちょっとね、脱線しましたけどね、はい。で、あの、レイ君はね、大卒中、僕、そうですね、あ、あれがそう、あ、美術系だっけ？そうですね、そうだよね、はい、はい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 、そうだね、そう、大卒なんですよ。だからね、めっちゃね、絵が上手いですからね。そう、めっちゃ上手い、ルイさん。今度ね、出てもらう時にね、ちょっとなんかね、誰かの似顔絵をね、描いてきてくれたらね、はい。あ、僕、絵描きではなかったんですけど、うん、まあ、デッサンはできます。あ、まあでもちょっとね、本当ね、まあ、ちょこっと描いただけでもね、あ、すごい上手いなっていうのは分かりましたはい、そうです。で、シア君は？僕はもうちょっと学歴についてはだいぶ闇深いんで、はい、そうなの？あれは、そっか、小卒だっけ？小卒なんですよ。ああ、はい、やっぱり、ね、え、ガチで中卒？中卒ですね。あ、もういや、今日昇格したシアさんが ねそう、あ、そうなんですよ。あの、シア君ね、今日ね、なんと昇格しました。イエーイ、おめでとうございます。そんなね、ね、昇格したね、シア君はね、中卒だっていうことでね。小卒、小卒、はい、小卒ってことだね。ちなみに僕、高校ね、退学になりましたけど、一応中卒ではないですよね。あれ、高校中退？僕、いや、高校中退にはなんないんですよ。高校2年になってから、まあ、その辞めたりすると中退っていうことになるんで。ちなみに僕、美容の専門学校卒なんでね、はい、美容、はい、一応ね、その最終学歴は美容の専門学校っていうことです。はい、はい、はい、面白いこと言いましたね、あきくんがね、はい、ということでね、今日もね、こんな感じでね、お送りしました。また来週、ハヤトがやるんで、よろしくお願いします。はい、今夜もビビッドナイトでした。よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を